優秀船舶建造助成施設を利用して建造された価客船、日田丸。後に改装されて航空母艦、沖きとなる。優秀船舶建造助成施設は日本政府が1937年から実施した高性能商船の建造費用について補助金を交付する造船振興政策である。国際情勢の悪化に対応し、有事の徴用に適した。 高性能商船の増強を図る軍事目的が重視された。女性対象船は予定通り太平洋戦争において特設艦船などとして戦力化された。本項目では1938年に派生的に実施された大型優秀船建造女性施設についても述べる。昭和恐慌の対策として1932年から1936年まで実施された。 スクラップビルド方式の造船振興政策である船舶改善助成施設は、造船需要の換気と余剰船舶の圧縮、旧式商船更新に大きな成果を上げた。昭和教皇からの脱却後も、海運、造船業界からは、船舶改善助成施設を継続するよう要望があった。日本を取り巻く国際情勢の悪化により、 軍部からも有事に備えた商船の質的、量的増強が要求されていた。特に日本海軍はワシントン海軍軍縮条約が1936年末に執行したのを踏まえて艦隊の拡張を進めており、航空母艦や特設巡洋艦候補となる大型化客船や補給艦候補となる石油タンカーの整備を求めていた。 国際的に見ても、欧米各国で大規模な自国商船体保護政策が施行され始まっていた。イギリス、フランス、アメリカ合衆国、イタリアで造船資金の補助や融資、遠洋航路に対する運行経費の補助などが実施されている。以上のような状況を受け、低新省は余剰潜伏問題は解決済みであること、有事に向けた量的な増強が必要であることを考慮し、 旧式船解体を条件としない国防重視の新船建造助成実施を計画した。新たな助成案である優秀船舶建造助成施設は運航経費を補助する遠洋航海助成施設、建造費用等の融資を行う船舶金融施設、船員要請、船舶試験の拡充と並んで海運国策と称された。海運国策予算案は 広田内閣により1936年末に帝国議会へ提出され、次の林内閣下で1937年3月に成立した。具体的な実施要項は1937年4月1日の定止申告示により発表されている。優秀船舶建造助成施設を利用して建造されたタンカー、新国丸。従来の船舶改善助成施設では、 女性対象が原則として貨物船であったのに対し優秀船舶建造女性施設では第一種と第二種が設定されて対象選手が拡大された建造目標は第一種第二種各15万相トンである予算額は第一種船4469万円余り第二種船600万円である基本的な補助金交付要件は次の通りであった 船舶改善助成施設の要件に比べるとさらに大型化、高速化が進んでおり、商船としての経済性を損ねていた。細部の設計にも軍用時を想定した要求が多数盛り込まれている。例えば海藻空母予定船の新田丸急貨客船では、航空機用エレベーターや燃料タンクの設置位置まであらかじめ準備された。貨物船は、 軍隊輸送船としての徴用を想定して、兵員居住区となる船倉にも多数の幻想を設け、自衛用火砲や上陸用集艇などの搭載も考慮、されていた。タンカーは、川崎型輸送船か同等船で締められ、洋上級輸設備があらかじめ装備された。選手の割り当ては、第一種船は日本郵船が7隻と、大阪商船が5隻で、 第2種船は一隻ずつ異なった船種とされた。このような高性能船の建造が可能な造船所は限られており、三菱重工業、川崎自由工業、玉造船所の一部大手造船所に集中して受注される結果となった。第1種船12隻第2種船16隻が計画されたが、日米関係の一段の悪化による計画造船への移行で、第1種船、 第2種船とも一隻が中止となり、巡航したのは、第1種船11隻、第2種船15隻であった。うち、カスガ丸は、巡航前に海軍に買収されて、航空母艦として完成しているほか、五穀丸のように特設艦船として偽装された状態で巡航した例もある。大型優秀船建造助成施設は、優秀船舶建造助成施設に続いて、予算承認された、 造船振興政策で一段と大型高速化した豪華客船を対象としたものである。当初は同じ1937年度予算での着手を計画し、原案では2万6000相当以上、24ロットの客船2隻の建造費用の8割を補助する内容であったが、予算不足のため、翌1938年度開始にずれ込んだ。女性学も 建造費用の6割相当へ減額されている。計画段階で、有事の際は3ヶ月以内に軍艦に改造するという条件が明確に定められていた。実質的には、中型空母改造候補である日本優先、サンフランシスコ航路用の柏原丸急下客船、柏原丸と出雲丸の2隻の建造を前提としたものである。1940年に、 東京で開催が予定されていた第12回オリンピック大会の外国人客優地策の一環であった。日本優先は建造費の助成割合が原案から削られた上運行経費も採算が取れないとして建造をためらったが政府による損失補填の内訳を受けてやむなく引き受けた。表面は政府の要請でも実質は海軍の命令であった以上。 日本郵船としては、躊躇しながらも拒否はできなかった。2隻とも1939年に寄港され、建造中の1940年10月に、海軍により、毎週、費用型航空母艦として巡航した。ただし、日本郵船は、近海優先の名義でも一隻割り当てられている。第一主船の中止船は、日本郵船の予定船名、アワマルで、 代わりに予定船名、秋丸が、阿波丸へ、予定船名、三島丸が、秋丸へ、それぞれ船名差し替えされて竣工している。第2種線の中止船は、北日本旗船の発注文で、選手はヨネダ、岩井によれば、貨物船、日本造船学会によればタンカーである。ありがとうございます。